逸話とは、世間や世人にあまり知られていない興味深い話、世人の目から一した話のこと。同義語として、よく、エピソードの語が用いられるが、日本独自の語彙であることに注意を要する。特定の人物や物事にまつわる興味深い話として語られることが多い。ロシアやウクライナ等の東欧諸国では、アネクドートというと、小話のようなある一定の長さの人々の間で、 知られたジョークを指す。また医学においては、アニクドトルとは、一例しか、報告のない病態その医者しか経験していない病気を指し、根拠に基づく医療に比べれば劣るとされている。一般的には、その人物の性格をよく表している逸話として、紹介されることが多いが、逆に、人物の意外な側面を示す話であることもある。また歴史上の人物の場合には、 その当時の時代背景を伺わせる話であることも、ある。逸話の中には、ジョージ・ワシントンを題材とした、ワシントンの王の森吉郎を題材にした、フアレユうのように創作された偶話であるにもかかわらず、実話として世間に、流布されてしまうこともある。ありがとうございます。